ルシアンブーテは、ルーマニア出身の元プロボクサー。元 IBF 世界、スーパーミドル級王者。カナダのモントリオールに居住している。ルーマニアでアマチュアボクシングを始めた。1999年には、テキサス州ヒューストンで開催された1999年、世界ボクシング選手権大会のウェルター級に、ルーマニア代表として出場し、 銅メダルを獲得した。2001年、北、アイルランドベルファストで開催された2001年、世界ボクシング選手権大会に、ミドル級で出場するが2回戦で敗退した。2003年、台湾国で開催された2003年、世界ボクシング選手権大会に、ミドル級で出場するが準々決勝でゲンラジー、ゴロフキンに敗退した。オリンピック出場はならなかったが、 カナダのプロモーターに見出され、カナダへ移住して、プロボクシング転向を目指した。2003年11月22日、ベルセンターで、デビュー戦を行い、3回2分5秒 TKO 勝ちを、収めデビュー戦を白星で飾った。2004年12月3日、元世界2階級制覇王者、リンガントベラと対戦しダウンこそ奪えなかったが、コンビネーションをまとめて4回1分22秒。 TKO 勝ちでトベラに引導を渡した。2005年2月19日、カール・ハンドリーとナブフ、北米ライトヘビー級王座決定戦を行い4回2分9秒、TKO 勝ちで王座を獲得した。2005年3月18日、クリスクルスと空位のナバ北米スーパーミドル級王座、決定戦を行い12回2分18秒、TKO 勝ちで王座を獲得した。 2005年9月16日、カバリー・サラーンと、WBC アメリカ大陸、スーパーミドル級並びに、ナブフ、北米スーパーミドル級王座王座決定戦を行い8回終了時、TKO 勝ちで王座を獲得した。プロデビュー後16戦目になる2006年3月24日の、WBC アメリカ大陸王座の初防衛戦で、 初めて小勝利を逃し12回3から0判定で、初防衛した。同年5月16日には、WBO、インターコンチネンタルスーパーミドル級王座を獲得した。多くの地域王座を獲得、防衛し着実に、ランキングを上げ前哨のまま、2007年10月19日、IBF 世界スーパーミドル級王者、アレハンドロベリオに挑戦し、11回 TKO 勝ちで、 世界初挑戦にして、世界王者となった。2008年2月29日、ウィリアム・ジョッピーと対戦し、10回 TKO 勝ちで、初防衛に成功した。2009年11月28日、防衛戦で、リブラド・アンドラーデと対戦し、4回小勝ちで4度目の、防衛に成功した。2010年4月17日、エディソン・ミランダと対戦し、 三回 TKO 勝ちで五度目の防衛に成功した。2012年5月26日、イギリスノッティンガムシャー州ノッティンガムのノッティンガムアリーナで元 WBC 世界スーパーミドル級王者カールフローチと対戦し、プロ初黒星となる5回1分5秒 TKO 負けを必死十度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2012年11月3日、ベルセンターで ナブフ、北米ライトヘビー級王者、デニス・グラチェフと対戦し、3から0の判定勝ちで7年ぶりの同王座への帰り咲きに成功した。2013年5月15日、モントリオールのベルセンターで、ジャンパスカルと対戦する予定だったが、ブーテがスパーリング中に左手を骨折して延期された。2014年1月18日、1年2ヶ月ぶりの試合を、 ベルセンターで、元 WBC 世界ライトヘビー級、王者ジャンパスカルと対戦するが0から3の、判定負け。ナブフ王座から陥落するとともに、WBC ダイヤモンド王座獲得に失敗した。2014年12月6日、ロベルト・ボロンティと対戦予定だったが、ブーテが背中を負傷し、中止となった。2015年11月28日、 ケベックシティのセンタービデオトロンで IBF 世界スーパーミドル級王者ジェームス・レゲールと対戦し12回0から3の判定負けで3年6ヶ月ぶりの大坂エリザキに失敗した2016年4月30日ワシントン DC の DC アーモリーで WBC 世界スーパーミドル級王者バドゥジャックと 対戦したが12回0から1の判定で引き分けに終わり IBF に続く王座獲得に失敗した。引き分けになったもののブーテが明確に負けていたとの批判が多い。その後、ブーテの薬物違反が発覚したことでワシントン DC ボクシングレスリングコミッションが試合結果を引き分けからブーテの失格負け変更した。試合後に ワシントン DC ボクシングレスリングコミッションによって行われた薬物検査でブーテの尿サンプルからスタミナと体力回復に効果がある禁止薬物のオスタリンの陽性反応が出た。2016年8月12日、ワシントン DC ボクシングレスリングコミッションから予備検体でもオスタリンの陽性反応が検出された通知を受け、 ブーテは緊急記者会見を開いて、オスタリンは使用していた、睡眠剤に混入していたもので、睡眠剤の成分表記に、オスタリンは書かれておらず、故意に摂取していたのではないとは主張し、睡眠剤を製造した会社を訴えるつもりである、ことを明かした。2016年11月25日、ドーピング違反で5万ドルの罰金と6ヶ月の出場停止処分を科せられたが、 処分が同年5月6日まで遡るため、この処分発表前の同月6日に、すでに出場停止は終了していた。ブーテは、オスタリンを意図して摂取したのではなく、コーチが処方したサプリメントに含まれていたと主張した。2017年2月25日、ケベックシティのビデオトロンセンターで、WBC 世界ライトヘビー級1位のエレーデル。 アルバレスと WBC 世界ライトヘビー級挑戦者決定戦を行い5回こ負けを喫しアドニス・ステベンソンへの挑戦権獲得に失敗した。2019年3月21日現役引退を発表した。ありがとうございます。